皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。建物建てました。ちょっとベッドの数が足りないんですけれどね。こちらに2つの、こっちにも3つかな。で、スケルトンベッド1個と。で、収納容器2つと。で、こちら、商場台の方に買いに行った時にですね、こちらいましたので、雇っておきました。とりあえずは、クロスボウとかが強いみたいですね。まあ一応荷物としては持たせてますよというところなんですが、預けとこうか。よし。まあ戦闘力が低いのはしょうがない。という感じでね、まずどうしようか。ちょっとまず一旦様子見ましょうか、また。ああ、町のヒーローがいますか。うん。奴隷捕獲中。傭兵がいるか。話しかけらんねえか。雇えたらラッキーと思ったけど、ダメのようだな。はあ、やり合ってますね。ちょっと前の方まで行ってみるか。あの傭兵雇えたら一番良かったんだけどな。厳しいようです。話しかけれる人がいませんね。お、後ろから来た？ああ、ダメか。どっか別の場所にいるのかもしれない。さあ、じゃあちょっくら、フリック君で様子見ましょうか。お？傭兵か。あ、ダメか。どっかにリーダーいない？いればまたちょっと違うんだけどな。ハンターでもいいよ。ちょっと探していくか。どっかにいるかもしんない。ああ。とりあえず中入ってみてか。どれでしょう。侍重装歩兵か。てか、その前に奴隷の人いる？あ、奴隷はいるね。いるか。ちょっと奴隷の位置だけまず把握しましょうか。この中はいるかな。バーだね。バーとなっていますが、ああ、この中にはいない。用はないですね。じゃあ、うん、いなそうですね。ウエスタンハイブがいるぐらいか。で、こっちの奴隷ショップは？これなんだ？あ、ここもそうだね。奴隷が収容されていると。はい。うん、いる？ここはいないっぽいですね。昼間だから外出てるかな。で、ここは、なんもないかな、多分。なんもないね。で、ウエスタンハイブのボスか。話すか。トリキシオ、何かある？あ、布地持ってんな。布地はありがたい。あと、なんだろうな、足りなくなるっつったら建築建材か。ご飯がないな。お腹大丈夫かな。フリック君大丈夫そうだね。いやー、売りたいな、これ。売りたいから。もうちょい。はい。どう？よし。OK。あとは？ここは？あー、いるね。いますね。ここと、ここと、あと、パッと見、こことここ、入り口二つか。ここは？こんなが。場所の把握は大事よ。エルス君が先頭になってんな。どうした？なんで中入ってきてんの？ダメじゃないの。困ることやめてよ。
ちょっと戻ってきて。危ないから。偵察終わってないから。あー、ここもある。なるほど。はあ、どうすかな。どうしましょうか。兵隊ドローンと敵対すると厄介なんだよね。で、ここがあれでしょ？多分ね、こいつらだよね。攻撃章だと思うんだけど、なんかあんのかな？あ！なるほど。あんじゃん。素敵な敷物とかもしかしたら今後必要になるかもしんねえな。ここにあったのか。なるほどね。そういうこと。あれ、人いないじゃん。ちょっと中入っちゃおうか。さて、なんかあるかな？なんもないな。他は？ちょっと見づらいね。ピッキング。まあ、バレないでしょう。酒か。もうちょっといいもんねえかな。戦闘経験集めたいけど、ちょっとね、この乱戦の中入るの危ないからね。ああ、真珠の花瓶とかあるね。金庫。さて。はい。真珠のコップ。いやー、ここら辺があるっていうのは、いいですね。分かっただけでも大きい。正規版でこの難易度やった時にね、一応やる予定ですから、普通にまずは正規版遊んで、そっからこの難易度でね。これは真珠の壺、ご飯だった。発見されちゃったって。発見されるっていうほどの。砲台警備大丈夫かな。あ、それとですね、こちら檻作れたの忘れてました。ずーっとないなないなーと思ったんですけど、内装のとこにあってですね。で、厄介なんですよね、こういう意識不明の状態で立たれちゃってると。なので、こういう人たちをですね、担ぎ上げてですね、まあ、こういう中に入れちゃえばいいんじゃないかなと言うのでね。特にね、ここら辺に来られると厄介なんですよ。こういうの。これ。これが起きた時にね、砲台警備がやられちゃうと困っちゃうので、ちょっとどうにかしたいなと思ってたんですけど、今ここも迷路作ってたんですけどね。ちょっとそんなこんなでね、いろんなとこにちょっと作りたいなと。檻をね、全然見当たんなかったんですよ。そうしたらね、ここにあった。研究してないと思ってたんですよね。なので、ここら辺にも檻作っとこうか。鉄板が足りなくなりそうですね。ここじゃねえな。見やすいようにしとこうか。よし。はい。はい。はい。よし。で、技術レベルも4になってますんでね。ハープーンのやっと照明が作れるようになりましたよ。ただね、これか。タレット。AI コアあるけど、古代の科学書ね。ダブルバレル作りてえな。いや、あるんですよね。コンバットで誰か持ってるんだよね。確か。ほら。で、AI コアは偶然にも1個あるんですよね。ここだったっけ？ここか。ここら辺だっけ？ここら辺なかったっけ？まあ、ここら辺にあったはずなんですよ。AI コアはね。忘れちゃったけど。ちょっと今見れないけどね。
なので、そうだな、とりあえずどうしようか。ここは、ここは何もなしか。どっから行くか。目の前が修羅場なんだよな。ウエスタンハイブはいるからあんまし派手に動きたくないね。奥から連れてきちゃうか。どこ入りたくないかだな。右側の奥から行くか、ここからね。ちょっと救出行きましょうか。ちょっと戦闘は待ってもらって。この状態で行くのはちょっとね、自殺行為すぎる。よし。それにしてもいっぱいいるな。どうすっかな。誰から救おうか。奥から救うか。いいよ。よし、他に筋力に自慢の人、一人連れてこよう。上、使っちゃったな。おっと、見つかっちゃったな。二つ分開けとくか。え、戻っちゃダメじゃない。はい。さあ、担ぎ上げようか。ピッキングして。エルス君ちょっと待って。さあ行こう。行くよ。はい。ね、無理に戦わなくたっていいんですよ。ただ来た敵は倒してほしいね。ブルシュやったみたいだね。さあ筋力つけて。あべ、兵隊ドローン敵に回ったな。見られちゃったからか。よろしくない結果になったな。待て、せっかくだ、ニュービーたちに。行きなさい。あー、フリック君。よし。降ろす。さあ、檻に戻っちゃうようだったらしょうがない。この人は何しに行くんだ。さあ、フリ君が手出しちゃダメだな。あ、檻に戻っちゃうこと。一人は逃げてるね。え、ちょっと待て。おーい、腕がなんてことだ。いけ、フリックが攻撃しねばいいな。この子はいいや。よし。いや、ダメージでけえか。損傷したな。これちょっといただけないね。敵が強すぎたか。そうでもねえんだよな。話し合いをしようじゃないか。え、どこ行くの？今度はなんだ？あ、前リーブ離れるよっつってる。気をつけて兄弟。ダメだ、仲間なんなかった。寝かしとくか。いや、弱い種族だからな、この種族は。このタイプはね。75じゃすぐ飛んじゃうよ。エルス君にも来てもらって、あと足早いのいっかな。79か、エルス君が。それに近いのいる？
いないか。わったいさんぐらいならいけるかな。この3人で行くか。よし、さあ奥から行きましょうか。まあこういう状態じゃね、我々だけじゃないのでね、ちょっと怖いからね。ダメージ受けないように気をつけて。さあ助けていこう。足かせを外す。ピッキングする。よし、お、アイムフリー。ああ、アイムゲッティングザヘル。そうだよ。とりあえずこっちをピッキングするか。おっと、どっか行こうとするな。ちょっと危ねえな。担いどこ。ナイス仕事、ナイスウォーク。さあゲージ、サンクス。レッツゴー。 I'll be following behind your careful。 素晴らしい。ピッキングする。おっ、強めのが来たぞ。見つかったな。帝国フードだ。ちょっと強いぞ。よし、3人だ。いけ、さあいけ。よし、モテねえな、モテねえな。高品質か。あれ、この子頭あったっけ。頭ないんだね。とりあえずもらっとこうか。じゃあ頭だけでも。あとシャツ、うん、とりあえずこんなもんかな。よし、一旦引くぞ。さあ大丈夫？それは警報作動中だわな。侍重装補品だ。いけ、来ねえか、来ねえか。おお、やってくれてんね。下手にやんねえ方がいいかな。あれとの戦いが終わってからだな。よし、フリック君、さあ下ろして。ああどっか行っちゃったね。やられちゃってんじゃんあれ。おお、どうなってんだ。大丈夫か。下ろす。さあってどうなる。ああどっか行っちゃったな。パトロール、これはダメだったよな。うん、武器だけ奪ってったな。この方法だと仲間入りづらいのかな。おお、どうしたどうした。やめてくれよ。強靭ボンヘッド、やめてください。さあやめてください。はい、行きましょう。さあ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 、いるな。大丈夫かな。アウトロー。ウエスタンハイブは寝てんな。さあゆっくり行って。よし、こいつはあれだな、死んだふりしてるわ。
よし、入れちゃえ。はい。やべえな、なんかついてきたな。来るか。来なかったな。よし。さあ、あと解放しちゃうぞ。はい。よし。また数人入ってくれると嬉しいな。バッタイさんもやるか。足風。外して。よしよし。サンクス。ピッキングする。I'm staying right here. Great.カセワです。どう？担ぎ上げて。足風外しちゃわないとあれか。はい。あれ？どこ行った？担ぎ上げて。よし。やべえな。はい。ああ、もうこの子はこの子で逃げちゃったか。はい。さあ、脱出を図ろうとしている人がいますね。いいですよ。おお、エルス君。どうせだ。さあ、バックだけか。バックだけでしょうかねえな。よし。さあ、戻りましょう。さあ、どういう結果になるか。うん。仲間にならなそうか？物は奪うけどね。あれ、この子なんで？ちょっと誰か回復させに行った方がいいか。おぎしょち。ああ、どっか行っちゃったな。お、どうしたい？ To close comfort. イヒー。What he hey we survived. 危機一髪だったよ。Do you want to 団結します ?Find somewhere after. 団結しませんか ?Aure, let's go! イエハー！よし、仲間になった。仲間になったな、一人。仲間になったのはいいけど、ちょっと装備。装備急がねえとな、あったわ。装備あったじゃん。いいもん持ってます。ありがたい。シャツはね、エルス君持ってるんですよ。よし。武器がねえな。武器。ダメか。いや、持ってる。よし、一人増えたぞ。この方法でもやっぱ増えるな。いけるじゃない。あとはちょっと、あれが欲しいな。開脚が欲しいな。スチンさんの持ってるとか、ちょろっと、かっぱるか。よし。さあ。まあ、地味なんですけれどね。本来は戦って暴れたいんですけれどね。まあ、そうもいかないんですよね。もう、名刀武器を失いたくないっていうのと、ちょっとね、ドローン、兵隊ドローンがちょっと強いんですよね。なので地味かもしんないですけど。よし、ここら辺攻撃しといて。さあ。まあ、たまにはこういう風なね、安全な戦い方もしていかないとね、
ここだからまだいいんですよね。ここら辺だとちょっとそうはいかないんですけど、ここら辺は比較的それができる。100番盗めんな。ほら来ちゃえ。うん、ちょっとここら辺が持てねえんだよな。さーて、残りも救出しましょうか。あと2人か。足かせを外す。違う。さあ、いいね。いくよ。どうした ?90% だぞ。オッケー。いい仕事したでしょう。最高。よしよし。来てるね。いけ。さあ頑張って。ちょうどいいや。装備入っちゃい。装備剥ぐ前に武器持ってない。武器取られちゃったな。はい、下ろして、フリック下ろして。あ、倒した。倒したか。あー、熟練投球か。もらっときたいね。ちょっと持てないんじゃない？誰かが持てんのいない。持てねえ。いやー、持てない。いやー、マジか。よし。さあ、フリーになっちゃったところでよ。下ろす。こんなもんかね。というか、一旦あれだな。荷物預けねえとダメだな。大丈夫かな。よし。お、どうしたの？寝てない。大丈夫か。さて、預けて。よし。他は？スキナーさんもこれ預けないとね。戦闘に支障が出ます。エルス君に至ってはカバンしてないというね。よし。さあ。ついで、バッタイさんも、これあれつけちゃえ。クロウさんは？ああ。これ持ったままでいっか。いやー、持ったままでいっか。移動することになりそうだし。で、この子は？特にだな。この子は？ああ、このまま持たすか。ここは？ちょっとこれいらんねえな。ちょっと置いとこう、ここに。で、大丈夫か。スチンさんだな、問題は。重すぎんだよ、これ。これと交換したいぐらいだな。よし。回復薬だけ出して、これと、これごとしまっちゃうか。まだこっちの方がいいね。あ、まじた。よし。OK。戦闘準備はこれでどう？この子飯持ってねえな。まあいいか。で、この子は？大丈夫か。で、この子は？まあまだね。この子も預けるもんがあるね。よし。おーおーおー、来ちゃったよ。廃部部隊のボス。気をつけて。
せない戦闘か。あ、ちっちゃい刀持ってんね。おっと、困って、どうした、どっかでワンちゃんの声が。取ってくるだから大丈夫か。よし、あ、ちょうどいいね。カバン、そのタイプのカバン欲しかったとこだよ。よし、そのタイプのカバンは欲しかったとこだよ。あ、そっか、おめえからか。しょうがない。はい。お、ランタンがあるね。もらっとこうか。サイドアームか脇差しか、ありがたくいただいておきましょう。武術69か。ちょっと厄介だな。さあてどう？そんなダメージ食らってないでしょ。よし、ちょっと行くか。戦うか。もう、ハウス部隊のボスやっちゃったんだからね。もうこれはしょうがないことですよ。ここら辺の3人でこちら行きなさい。さあ頑張って。倒すの早いね。お、やべえな。いいの持ってんじゃない。あ、義足。左腕か。左腕あるね。遠すぎる。そんな遠すぎる。おお、よくないんじゃないの。よし、あ、とりあえず仮でね、とりあえず仮でつけましょうよ。よし、で、せっかくのこのバッグのタイプだから詰めるもん積んじゃおう。よし、回復薬の類。いやー、これ以上きついか。これ以上きついか。9、これ以上は限界だな。どうすっかな。なんかモテる人いない、多めに。義足もらっときてえな。お、クロウさんのとこにいる。よし、クロウさんに飯かな。電子部品か。電子部品回復のが重要じゃね、個人的には。あ、この回復薬も欲しいな。はい、あとは義足持てる人も持っとこうか。使うかもしんないしね、臨時で。遠すぎる。誰か。よし、電子部品も持てるなら持てるなら持っとくか。よし、命を奪わない。さーて、持ち場を守るのやめだ。バッタイさん何しに行った？技術しに行ったな。さて、ちょっくら戦いに行きたいとこだけど、どうしようか。おかしいだろお前。なんでそこ振って攻撃当たってんの。どんだけその如意棒みたいの伸びるんだよ。さあ、あんまし戦闘な、行きたくねえな。ちょっと待って、こっちの拠点大丈夫かな。倒れてないからまだ大丈夫か。ああ、まだ倒れてる人はいないね、なんとか。さあ、恐ろしくあれだな。
あ、敵対してない。あれそうだな。帝国フード。いけ。割り込みます。もう空振ってんじゃん。フリックさん、いいの入ったね。だから大したもん持ってねえな。よし。もう追いはぎレベルだわ。さあ、ほら、早くしないと獲物なくなっちゃうよ。いや、ちょっと待って、それよくない。やばいんじゃない？嫌な予感するよ。あー、やばい。やめてー。いけ。狩り動きだな。よし。これがあるから油断も隙間ありだしね。あ、町のヒーローぐらいだったら二人で行こうか。もう一人欲しいな。マイナス10とマイナス8でちょっと勝てねえな。ちょっと20入れようか。そういけ。さあ、ちょっと待って。持ち場を守りなさい。さあ、頑張って。一人歩いてきてんな、56か。行きなさい。元奴隷、行きなさい。行け。よし。バッタイさんが技術いっちゃった。さあ、頑張って。ああ、厳しいね。長々に。さあ、振りが遅い。当たった。当たった。当たった。いいの入った。うん、ガードが甘いね。25ですからね、マッチのヒーロー。これにやられてしちゃまずいですよ。しっかり倒していただかないと。さあ、行け。うん。よし。ほい。当たった。いいね。動きは遅いけど当たってるよ。オッケー。よく頑張りました。ちょっとセーブしとこうか、怖いから。お給処置。さあ、お給処置。レイド。大丈夫か？こっち。何かが来てんだろうな。さあ、もうちょっと前出ようか。ああ、ちゃんと追っかけてんね。ってことは誰か構えてんのがいるな。攻撃者が構えてんだ。さて、どうやって中入ろうか。逆に、あ、裏側がないのか。これのもん攻撃できないのかね。おかしいよな。このもん壊せればいいんだけどな。壊されてたんですけどね、自分の拠点。ここの隣ぽっかりぶっ壊されてましたよ。門の耐久度なくなって。これなんで攻撃できないんだろうな。できてもいいような気がするんだけどな。まあしょうがねえか。さあ、とりあえず今はここら辺攻撃しとこうか。手前から減らそうか。はい。さあさあ倒して。全員が攻撃できないのはちょっとしょうがないね。奴隷をまとめて救出したい。いけ。 People like you belong in a cage。 好きなわけねえだろ。なんて人種だ、まったく。ここ強襲するか。いるよね、いるよね。やべえな。
下にもいんのか、厄介だな。とりあえず上、上入って、さあみんな来て。エルス君が先頭になってんのは誰と先頭になってんの。兵隊ドローン反乱の符、とりあえずはか、とりあえず上に来てもらってだな。全員集合。さてやっていこうか。ひでえわ、奴隷が何をしたって言うんだ、まったく。これはこれもそうか。よし、さあ周りの敵を頼んだ。頼んだよ。ちょっときつそうかな、ちょっときつそうかな。これは帝国フードが思いのほかやべえかもしんない。やべえな、ちょっと数減らさないとやべえかもしんない。嫌な予感がする。いやー、嫌な予感がする。思いのほか強いかもしんない。これ奪って、こういうのはあれだな。違う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 、いらないよこれ。これね、違う違う、中に入れて。よし、誰かやられてんだろう、数人は。この子はタルじゃない。ああ、武器は持てなそうだね。刀いいの持ってんな。ヘッドショットさんに持たすか。いやー持ってない。よし、この子にはちょっと一旦担いでもらおうか。はい、いや、どれに、ちょっと待って、おかしいじゃん。俺担いでんじゃん。ちょっと待って、いや脱獄もできねえじゃん。やべえな、大丈夫か。入れるんだよ、入るんじゃなくて入れるんだよ。あれ入った人違くね。ちょっと見づれえな。何が起きてるか分かんねえな。とりあえず倒れてる人が多数いるのは確かだね。いやー、キャラバンドローンが強いんだな。いけ、倒せ、倒して、よし、フリ君頑張ってるね。はい、いや、ピッキングするんじゃねえんだよ。入れるってことができねえのか。よし、やばい、動き早すぎる。よし、500の報酬受け取った動き早いな。キャラバンドローンがね、多分フリック君と同じタイプのやつらだわ。ちょっと吹いたね。
不利だろうとなんだろうと頑張ってもらうしかないな。ほとんどやられてんな。いけ、あと2人か、とりあえず頑張って。きついね。動き早すぎだろこいつら。お、エルス君よくやった。どっか入れるとこない？入るじゃないんだよ、入れるってないのか。入れる、よし、千の報酬受け取った。さあ残ってんの少ないよ、数が。攻撃、マジ見づらいところで戦闘だったな。いけ、あーよくない、素手よくない、早めに倒して。やばい、暴れすぎ暴れすぎ、やばい、頑張って。死ぬやつが出てくるかもしんない、この子特に。危ねえ、暴れすぎ暴れすぎ、倒せ。いや危ない、いけ、頑張って。戦闘が見づらくて見づらくて、やべえな、素早すぎるんだよこいつらが。フリック君の相手がちょっときついな。これ DX で67か、武術結構ギリギリのダメージ負ってるよ。おー危ない、避けんな、動き早すぎだろ。頑張って、フリック君頑張って。おお、さあ頑張って、減らせ減らせ。あー頑張って、ちょっと待って、どうするどうするどうする、何をするべき。起き上がってこれないようにしたいんだよね、こいつらをね。どっかにしまいてえな、どっか入れるとこねえかな。牢屋にぶち込んどきたいね。入れる、よし、ヘッドショットが違うとこにいんね、そこにいんのよくねえな、やばいね。よし、2500受け取った。あとはこれの応急処置、生きてるみんな。いやーなんとか生きてるね。あっと、フリック君気絶してる、上で暴れてんのがいるってことかよ。まだあー一人いるね、暴れてんのがいますね。隙をつけ隙をつけ、倒せ、頑張って。いやーきつい、そんな階段で。あー転がってった、頑張って頑張って、頼むよみんな、この間骨折してんのに。止めろこいつを、止めろ。いやー痛い、あ大変だよもう。あと厄介なの来たな。とりあえずこいつをどうにかしないと。いけ、なんとか削れ。いやースレイブ君の腕が、フリ君頑張って、いけ、フリ君頑張って、追い詰めろ追い詰めろ、いけ、いやー後ろから来た。いやー
あ、誰かやられた。頭かち割られたわ今。ああ、どっか行ってしまったな。しぶとすぎんなこいつら。クロウさんしか起きてねえじゃん。無理だよね、こんな見づらいとこでの戦闘。無理だよ。さて、補給処置。大丈夫かな。起き上がった子がいるけど。よし。入れる。よし、1500の報酬。いやー、1人失ったな、戦士を。とりあえず私たちも治療に専念するか。よくないね、帝国風土が起き上がってきたじゃん。戦闘する気か。いやだよね、戦闘モードだね。倒せ。よし、危ねえ、武器奪っちゃったからな。で、死んだふりしてんのいんな。とりあえず今は急いで治療だな。治療できるやつだからみんな治療していくか。黒さ、さあ、きついね。とりあえず我々にできるのはみんなの治療ぐらいだ。あのこいつらを相手にするのはきついんだやっぱ。まあ向こうの回復量よりはこっちの回復量の方が早いからな。応急処置、応急処置。あー、スレイブ一人死亡してるわ。47の子やられた。痛いな。せっかく育て上げたのに。いや、こっちの方がいいか。お肉もらって、し、これじゃちょっと持てねえな。いや、やられたね。よし、義足も持ってんのか。あー、義足持ってる。はい、うん、とりあえずこれぐらいは持っとくか。いやー、撤退だなこりゃ。戦いずれんだよな。大きい処置。撤退したいけど起きれねえからな、みんな。大きい処置。ちょっとみんな持ち場を離れないで。あ、ちょっと待て、今こいつ攻撃してこなかった？めんどくせえな。よし、危ねえ。ああ、また起きたな。兵隊ドローンか。
お、クロウさんもヘルス君じゃない。よし、2000分受け取った。下に入れないとな。危ねえから入れとこう。あれ？苦戦してるか。苦戦してるな。よくないね。あー、兵隊ドローンが来た。最悪。この泥沼の戦いは。ということでね、ちょっと今回はここまでにしたいと思います。長くなってきちゃったので。なんとかこの状態から撤退はしときたいなと思います。いや、47いなくなったの痛えな。左腕か。まあやっぱね、兵隊ドローンはちょっと強いですね。サウスハイブも強いんですけど、やっぱね、動きが違うんだよね。筋力とかバカ、おかしいんだよね、こいつらな。義足つけてないのに。ということでね、とりあえずまだね、奴隷としては残ってるところがありますので、どうにかしておきたいなと思います。まあその前にどうしようかな。一旦拠点に戻っちゃうのもありなんですよね。一旦拠点に戻って、もう多分インポートすることはあそこの、ここ以外もうないと思いますので、ダストキングタワーとね、ブラックドラゴン忍者を倒しておきたいんだよね。なんでちょっと次回はもしかしたらプレイヤー拠点に戻ってからになるかもしれないです。監獄のあれもね、ちょっとね、作っておきたいので。なんでそうだな。次回はちょっと拠点から始めます。ここのね、みんな戻って。まあ、そんな感じでやりながら、ダストキングタワー、ブラック、忍者タワー倒してね、こう北上していこうかなと。で、ナルコの誘惑越えてのはこっちだね。オクランの拳じゃなくて、こっちの方こう越えていくことも、超えていくことになると思うけど、とりあえず次回はそこら辺にしときたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。